そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。はい、今日は、話の聞き方第2弾、中級編です。まだ基礎編を見ていなかったら、概要欄に貼っとくんで、それぜひ見といてください。はい、ということで話の聞き方。この話の聞き方、この動画をあなたが聞いてくれたら、あなたはもっともっと友達と仲良くなります。友達がたくさんできます。そしてあなたの考えとかあなたの話をもっと聞いてくれます。はい。話の聞き方中級編です。今日も3つ紹介します。はい。まず先に言うと、まず1つ目がオウム返し。2つ目、質問する。3つ目、秘密を守る。こんな感じね。はい。じゃあ、順番に紹介するよ。まずは、オウム返し。これ何やと思う？簡単。相手が言ってる言葉そのまま、相手に返すということ。鬼ごっこしよう。あ、鬼ごっこしたいんやね。お腹すいたな。お腹すいたんやな。なんかもう、飽きたわ、宿題すんの。あ、宿題すんのもう飽きたんやな。こんな感じ。こんな感じでね、相手が言ってることをそのまま返す。オウム返し。これね、簡単やろ？相手が言ってることを返すだけ。そうすると、相手も、あ、そうそうそうやね、鬼ごっこしたいね、そうそうお腹空いてんね、そうそう宿題飽きてんっていう風に、自分の話をちゃんと分かってもらえたんだって、聞いてもらえたんだって、そんな気持ちになるからね。でもずっとオウム返ししてたら、あれ、ほんまにこの人ちゃんと聞いてんのって気になんねん。鬼ごっこしたい。鬼ごっこしたいんやね。うん、したいの。うん、したいんやね。でもね、今ちょっと、外、雨降ってるからね。でもちょっと、今、雨降ってるからね。ずっと返してたら、なんか、馬鹿にされた気になんねん。だから、ずーっと同じことを返すのは、ちょっとだけ控えようかな。たまにそれを使ったり。で、もっといいテクニック。ちょっとこれ難しいかもしれないけど、相手が言ってることを言い換える。ちょっと変えるということ。例えば、あー鬼ごっこしたいな。あ、なんか体動かしたいんやな。お腹空いたな。あれ、あんま朝食べてなかったんかな。宿題も飽きたわ、おもんないわ。あ、なんか楽しいことがしたいんやね。こんな感じ。相手が言ってることの、気持ちとかを感じて考えてそれを伝えてあげるということ。これちょっと難しいけど、できる人はやってください。まずはオウム返しでいいよ。相手が言ってることをそのまま返す。それができるようになったら、相手が言ってることをちょっと言い換えて伝えるということ。これがまず一つ目です。二つ目、質問する。これ大事よね。話を聞いてるだけじゃなくて、相手の話に質問をしてあげる。そうすると、あ、この人もっと俺の話知りたいんやな、聞きたいんやなって気持ちになるやろ。そうすると嬉しくなってどんどん話をしてくれるからね。これとても大事。だから話を聞いてるときに、自分がなんか聞きたいことないかなって、あ、それ面白い、それ面白そう、もっと聞きたいと思うことをちょっと探してみてくださいね。探してみてください。で、質問することが見つからなかったら、5W1H、 これを意識してみようね。 5W1H っていうのは英語の頭文字から取ってますね。 Where、 どこで、 When、 いつ、 What、 何を、 Who、 誰が、 Which、 どっち、 How、 どのように、という感じで質問してたら、なんぼでも質問出てくるよ。で、例えばね、鬼ごっこしたい、え、いつやりたいん、え、誰とやりたいん、え、どこでやる？ね？お腹すいた。お腹すいたんや。え、なんか食べたいものあるん？何食べたいん？あ、カレーライス食べたいん？じゃあ、どうやって食べる？どこに行く？じゃあ、ココイチと、おかっちの特製カレーある。どっちがいい？みたいな感じ。どんどん出てくるやろ？この 5W1H をちょっと頭に入れてたら、どんどん質問出てくるから。はい。もし分からなかったら、この 5W1H を考えてみてください。そして、三つ目は、秘密を守りましょう。これ、おかち全然できへんかって。友達にな、俺実は、小林恵子のこと好きやねん。あ、小林恵子のこと好きなんや。
誰にも言わんといてな。言わへんよ。次の日にみんなに小林恵子が好きって言いふらしてました。どう思う？どんな気持ち？最悪やろ、最悪やろ。秘密は絶対に守る。相手から聞いた話を他の人に伝えたいんやったら、それを相手に伝えていいかを聞くということ。そうしないと君たちは信頼を失います。信用を失います。もうあなたには誰も話をしてくれません。おかっちがそうやったから。わかるよね。だから相手がやってる、相手から聞いた話、それ面白いなと思ったら、それめっちゃ面白いからちょっと誰々さんに話していい？聞いたらいいね。聞いた話は守る。これがとても大事なことです。はい、ということで今日は話の聞き方中級編3つ紹介させてもらいました。まず1つがオウム返し。相手が言ってる言葉をそのまま返す。できるようやったらちょっと言い換えて返すということ。2つ目、相手に質問をする。自分が聞きたいと思ったことを質問するね。これ聞きたいと思ったことを質問するのが大事だね。全然聞きたくもない、興味のないこと聞いたら相手にバレちゃうから、本当に聞きたいことを探す達人になってくださいね。そして3つ目、秘密を守る。相手から聞いた話は相手からいいよって言ってもらわないとそれをしないということ。この3つがとても大事でございます。はい、ということでぜひちょっとね、何か1つでも、いきなり3つやるの難しいからさ、何か1つでもいいからちょっとやってみて、やってみて、やってみて。それでどうやったか、うまくいったやったらうまくいったってね、コメント欄に残してくれたらおかち全部見てるからね、よろしくお願いします。ということで、このミスターおかちのチャンネルでは、学校生活がもっと楽しくなる、そんな動画を配信していきたいなと思います。ちょっとでも、なんか元気出たと思ったり、参考になったなとか役に立ったと思ったら、これ高評価ボタンを押してください。そしてよかったらチャンネル登録もお忘れなく。はい、こんな感じで今日はおしまい。それでは皆さん、また次の動画で会いましょう。ワンダフルな一日を。バイバーイ。ルンルン。やってみてね。